ればまるで今でも爆弾が落ち続ける国のようだ。ヒステリックなシスターは笑顔も忘れ、独り言を言いながらぬいぐるみをかきむしる。子供たちは怯えて泣きじゃくり、月夜の狼も尻尾を巻いて逃げ出せ。ネジを巻かれて解き放たれてく古いおもちゃのようね、あんたの人生は。俺は曲がるつもりも止まるつもりもないさ、ただ埃まみれの薄のろになりたくないんだ。危険物を乗せたトラックが恐怖を求めてると想像してみなよ。だけどその目はいつか母を求める赤子に変わると俺は今でも信じてるぜ。コンクリートに抱かれそうだった。痛みも喜びも悲しみも知らない的だった。危険物を乗せ